光回線をアナログ回線に戻せば料金が安くなるなどと勧誘し手続き代行やオプションサービスの料金として高額な請求をするいわゆるアナログ戻しのトラブルが増えています国民生活センターが12月9日に注意喚起をしました相談件数は2018年度に316件だったが 19年度に565件、20年度は873件と年々増えている。2021年は11月30日までで1398件となった。電話で勧誘され、了承したところ、高額な契約になっていた。NTT の勧誘だと思っていたのに、別の事業者だった。といった事例が報告されている。 中には通信事業者を装って家を訪問し勧誘を断ったにもかかわらず書面を置いていくケースもあった書面には関係のない事業者と月額約5000円の生活サポートの契約をしたことになっていたという国民生活センターは勧誘を受けた事業者名と契約内容をしっかり確認する 必要のない契約はきっぱり断る光回線契約をアナログ回線に戻す場合には NTT 東日本または NTT 西日本に問い合わせる不安に思った場合やトラブルが生じた時は最寄りの消費生活センターに相談するといった対応を進めています